45分になりましたら、この場所にて北極の範囲に はい、それでは時間になりましたので、これから北極熊ガイドを行いたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今の時期は餌6キロぐらい与えてます。飼育下ではね。で、まず一つ目がですね、キャベツ。意外とこういうのも好きで食べるんです。で今、まあ、本当は、午前中といつも夕方の2回に分けてあげてるんですけど、今日はドキドキ体験ということで、一部だけちょっとね、持ってきました。ちょっと、あげてみたいと思います。プールに投げて。ね。おそらくそんなにがっついてはいかないと思います、これ。で、この子、この、金色の皿の中に何が入っているか知ってますか？やっぱり動物って好きなものから心配されます。で、次、リンゴ。で、あと、人参。この人参も結構好きなんです。あと、ぶどう。ね、もうラーちゃん、ぶどうも結構好き。そう。あと、まあ、煮干しや、小松菜、ね。これちょっと投げれないんでね、入れときますけど。あと、クマ専用のドッグフードみたいなものですね。クマペレット。でこういうものがね、結構カロリーが高くてね、重要な餌になる。あとは、まあ、ホッケー。ホッケーですね。ホッケーいきますかね。はい、いきましたね。ホッケーでいきましたね。で、実は最後に本物が、ニワトリ丸丸市場。これ普段は本当は背景といってね、捨てられる目的の鶏なんですけども、そういうのを動物園で利用してます。ね、これもあげちゃいます。はい、で、この鶏は本当は骨も何も残さず、すべてきれいに取れます。ね、ちょっとパフレタ食べると思うんで、結構意外とすぐなくなりますんでね、ちょっと観察しながらね。それをぜひ今日はアースデーということもあって地球のことを考える日ということでもありますので、ね、ぜひこの機会にもう一度普段の生活をね。手でやる。